テニス教室の久保田です。今回ですねコメントの方を読んでダラダラ話をしようと思います。で先日錦織選手のサーブについての動画をアップロードしました。でそれにたくさんコメント今、来てますよね。でそれはですね今回は読まずにそれ以外の動画についたコメントを読もうと思います。で錦織選手のサーブの動画についたコメントに関してはまた別で動画を作ろうかなと今のところ考えております。たくさんコメントいただいて私も大体読んだんですけども、まだ大事なところを私は言ってないんですよね、まだね。じゃあどうしたらいいのかっていうのをまだ言ってない部分があるんで、一番大事なところではあるとは思うんですけどね。そこはまた、お話ししようかなと思います。機会があったらね、しないかもしれないですけどね。まずは、このコメントからいこうかな。ちょっと皆さん何度も言ってるんですけども、質問がある方は、コメントの一番上に質問ですというふうに書いてくださいね。途中でダーッと挨拶文みたいなのが入って途中で質問ですで、最後クエスチョンマークで終わるとかってなると最後まで読んでない部分があるんで、そういう見落としがないように、質問がある方は最初の冒頭に質問というふうに書いてください。ではコメントの方を読んでいきますね。これからいこう。フォアの、いろんな打ち割り方があるという動画についたコメントですね。頭の上に振り抜いて打ち割る打ち方に関しての質問です。スクールのレッスンで担当コーチにたまには食い込まれた状況の高い球を頭の上に振り抜くような場面の練習をさせてほしいとお願いしたら、振り遅れでそんな打ち方になってしまうのだから、練習する必要はなく振り遅れないように練習してほしい。あ、そうですね、もう本当その通りだという気がしますけど、ナダルがやっているのはナダルみたいな手首を柔らかく使える特殊な人しかできないと言われました。それはちょっとよくわかんないですけどね。別のコーチにも尋ねたけど間に合いそうにない時に使うものなので、練習しなくてもいいと言われました。打ち方の名前が思い出せないと担当コーチに言われ、気になったので家に帰って調べたらバギーウィップ、リバースフォア、ウィンドミルの3つの言い方があり、他のテニスのレッスン動画ではいろんな場面で活躍するのでどんどん練習した方がいいとウィンドミルの特集がたくさん紹介してありました。久保田コーチのレッスンでは頭の上に振り抜く練習は特になく、高めの球でもできるだけ左手でキャッチするよう注意されることが多いですと。結局頭の上に振り抜く練習をどう考えたらよいのか分からなくなったので教えてくださいと。だから私の教えてるテニスというのは、より悪い状況を先に考えて、でそこをベースの打ち方としてるんですよね。なのでその何ですかね、食い込まれた状況を想定してるんですよ、もう元からね。なのでそれをやってれば別にその頭の上に振り抜く必要がないってことなんですよ。でもう完全にその振り遅れるというかね、これ二度引きとかぐるっと腕を回す打ち方をする人っていうのはその頭の上に振り上げるというのがやりやすいんですよね。でも私が教えてるスイングというのはバックスイング完了から面を下向きにして腕を落としますよね。でその状態からなんで、そこから振り上げるっていうのはそんなならないんですよね、頭の上に行くっていうのはね。途中でこう止めるっていうのはありますよ、引いて下ろしてパッと止めるっていう感じはあるけど、頭にぐるーんと回すっていうのは、ならないんですよね。だからそれをしたいんだったら打ち方を変えた方がよくて、で打ち方を変えるんだったら元々の打ち方をそっちに変えた方がよくなってきますよね。そういう食い込まれた状況でそういう打ち方をしたいっていうんだったら、そういう打ち方をベースに練習していったらそうはなりやすいとは思うんですけども、私の場合はベースの打ち方がバックスイング完了で下ろして3割3割のスイングなんで、その中でそれはないかなっていう気がします。だから私が教えてるベースの打ち方を習得して、で食い込まれてもそれができるようになって、で、それが分かったんでちょっと別のもやってみようかなということで、急激な二度引きでやったり、回して腕をこう肩を下に回して打ったりとかで、そういう上下の激しいやつをやれば、楽しみとしてやればいいんじゃないかなという気がします。ただこのコメント残された方は以前テニスエルモンになったんで、なった経験がある方なんでね、ちょっとかなり前腕と手首は酷使すると思いますよ、それはね。で
それでその、まあ、振り遅れた状態でそれをやるってことなんで、ちょっと間違うと危険かなという気はしますけどね、うん、ベースの打ち方ちゃんとできるようになった後にね、ちょっとあの他のもやってみたいなという感じでやるのは私はいいと思いますけどね、はい、では次いきます。こうバタバタいきますね。あのちょっとあんまり長くなるとレッスンが今からまた始まるんで、次、フォアのスライスとても当てやすい打ち方でって書いてある、タイトルの動画についたコメントで、6分10秒、ボレーとスライスとストロークは似ている方がいい、これだきっとフォアにもバックにも言えることですよね、ハイボレーとスマッシュとサーブも似てるから全体がまとまってくるんですねというコメントをいただきました。レイステージさんからですね、その通りです。ここはいいところなんですよね。だから私の、テニスというのは序盤の動きというのはできるだけ似てるようなものにしてるんで、覚えやすいと思うんですよね。序盤が全然違う動きからスタートしないといけない、フォアと、フォアのスピンとスライスでボレーとかも全然違う動きからスタートしないといけないってなると難易度ものすごくカーンと上がるんですよ。でもスタート似たような感じでやっていいってことになるとかなり難易度が下がると思います。そこからいろんな打ち方ができるってなるとね、それが、いいとこなんで、ぜひですね皆さん、久保田テニスをやる場合は一つだけフォアのストロークだけとかバックだけとかボレーだけとかサーブだけとかじゃなくて、全部をやっていただくと、いいと思います。それで本当の良さが分かってくるんでね、逆に言うとそれを全部やらないと良さは分かってこないってことでもあるんですけどね。では次いきます。これなんですかね、これは、あ、一応読んでおきますね。カスカスのスピンサーブというタイトルの動画についたコメントです。スピンサーブで悩んでいましたが、やっぱり自分もラケットが背中に落ちることが原因でしたと。久保田テニスに出会う前に多くの動画をサーブの参考にしましたが、一時は日本の有名なサーブ&ボレーヤーの、プロテニスプレーヤーの方の動画にはまっていましたが、なかなかうまくいかずじまいでした。今改めて、見返すと、合宿で教えてもらっている人たちはこの動画の2分あたりの背中にラケットを落とす猫パンチサーブを打っていました。それを某プロテニスプレーヤーの方はナイスサーブと言っていました。本当に久保田テニスに出会えてよかったと思います。これからも動画よろしくお願いしますというコメントをいただきました。そうですね、まあ、一般のコーチでよくあることなんですけれども、実際にその打ち方を見ずに打った球を見て、おそらくこれそれが、はい、うまくスピンかかって入ってたんで、まあ、そのプロテニスプレーヤーの方は、まあ、ナイスサーブって言っちゃったんでしょうね。でそういうことって普通に、よそではあることなんで、皆さん気をつけてくださいね。ナイス、球が入ったんでナイスだっていう、コーチもいるんでね、実際は、まあ、ナイスボールとかって言うんですよね。猫パンチのこう背中からキューってやるのでもやっぱりスピンサーブは打てるんでね。で、まあ、一応スピンで入ったら、まあ、ナイスボールだと。でも、ナイスサーブじゃないよねみたいな、なんかそんなことになるいいのではないかと思います。ということで次いきます。次、これはこれもそうなんですけど、上に質問ですって書いてないんですよね。ちょっとお願いしますね、皆さん質問の場合は質問ですって上に書いてくださいね。一番最後見たらクエスチョンマークが書いてあったんで、あ、これ質問って今気づいたんですけども、このコメントはですね、2020年9月25日にダラダラ話の動画についたコメントです。ガットを切るという話で、この間からバボラのエラストクロスを使っています。バボラのエラストクロスを使っています。そもそもフェデラーが使っているということで興味を持ったのですが、本来はガットの後転保護のために挟んでガットのスナップバックの滑りを良くする目的のようですが、結果的にスピンがよくかかるとのことです。あまり実感できていないですが、この製品のことをどう思われますかと。今エラストクロスって言われて分からなかったんですけども、この部分につけるやつですよね、プラスチックみたいなやつをこの間に挟むやつですよね、ストリングとストリングの間に。それ私以前使ったことありますね。でスピンがかかるかどうかなんて全然わかんないですよ。まあスピンがかかるよって上手い人に言われて使ってみたらかかるような気がするぐらい、そんな感じじゃないですかね。でも実際全然変わんないと思います。はい、一般の人たちが使ってその違いがわかるかというとね、そんなことはないと思うんだね。でもこれですね、やっぱりストリング長持ちはしますよね。
私が使ったのは、まあ、そのバボラのエラストクロスとかじゃなかったと思うんですけどね、あのピート・サンプラス選手がよくポケットからピッて出して、やってたんですよ。でそれで私も使ってみたことがあります。ちょっとあのね、お金がない頃だったんで、まあ、釣り糸とか張ってたんですけども、まあ、釣り糸がない時はちょっとやっぱり普通のストリング 張らないといけないん でその時に切れるのが嫌なんで、買って使ってみました。であれってやっぱり、ね、その頃ってお金なくて下手くそだったんで、まあ、この辺りのどの辺で打ってるか、どの辺がいつも当たってるかっていうのはあんまりはっきりしなかったんですよね。今だったらちょっと上の方で打とうかなとか、ちょっとこっちの方で打とうかなって、やろうと思ったらできなくはないですけども、その当時というのはね、もうまんべんなく面使うみたいな感じだったんで、その、エラストクロスですかね、そういうのをはめようと思った時に広範囲にわたってはめないといけないんですよ。結構いろんなところが切れてたんでね。でそうなるとやっぱりその分消費が激しくなりますよね。でじゃあどうしたかというと、ストリングが切れた、バチンと切れたという時に相手にちょっと待ってって言って、その切れたら落ちるんですね、パラパラっとね。切れたとこ以外もちょっとパラパラっと落ちてしまってて、それをこう拾って拾ってちょっと小さい袋に入れて、でまた次、ストリングにまた同じのはめてましたね。何回も使い回ししてましたね。そんなことがありました。ただその当時それ自体も結構な値段だったんですよね。だからあんまり使わなかったですね。それが高かったんでね、高くてその下手くそなんでたくさんいるんで、ただどっちがいいのってなった時、やっぱ釣り糸張った方が良くて、まあ、釣り糸にそれを使うことはなかったですけどね、さすがにね、うん、ちょっと私としては別になくてもいいかなというものではありました。はい、以上。次いきます。次、同じ動画についたコメントかな。ラケットを何本か持っています。勝手に壁打ち用、レッスン受講用、試合用と使い分けていますが、それぞれの用途に沿ったラケットの特性はありますか。特にないとは思うんですけどね。現状は一番重いラケットを壁打ち用、一番軽いラケットを、試合に使っているということですか。どうですかね。私はこれでも350が一番重くて、300が一番軽いってことなんですけども、それ全然違うラケットですね。ラケット自体が違うものってことですよね。それもどうなんですかね。私だったら間違いなく重たいラケットで試合はするかな。軽いラケットって軽い分真ん中外した時っていうのは、分かりやすいですよね。でそれを練習で使ってもいいんじゃないかなという気はしますけどね。やっぱ重たい方が少し真ん中外しても飛びはある程度、キープできるかなという気が私にはします。はい、次いきます。次ですね、フォアハンドの打点、胸打ちの打球範囲という動画についたコメントです。質問です。いつも動画ありがとうございます。学生時から始めて数十年のテニス歴です。どのショットも練習とゲームで大差ありませんが、フォアハンドのドライブ系のストロークだけはゲームになるとカラッキシ打てなくなります。カラッキシ打てなくなるんですか。それもシングルスの時だけ。久保田式フォアハンドの完成率 70% ほどで打っているつもりですが、ゲームになると通常の打点が遠くに思えてしまい、肘を曲げて打点を体の近くに寄せ出すのが原因かと思います。それが分かっていても治せません。同様な症状をお持ちの方が他にもいます。昔の動画で久保田さんも試合中にフォアハンドストロークが打てなくなったり、その後打ち方を変えたというエピソードがありました。アドバイスいただければ幸いです。そうですね、私も厚いグリップで二度引きしてた時っていうのはもうわけわかんなくなってましたね。肘曲げてこう反射でパンパンと打つ打ち方をやってる時っていうのは、突然打てなくなって、どこに球が、打ってみないと球がどこ行くかわかんないみたいな感じになる時ありましたね。もうこれはですね、3割3割のスイングを徹底的にやってもらうしかないですね。でその試合の時、シングルスの時におかしくなるんだったら、そのシングルスの時の動画撮影をしてもらって、でちゃんとバックスイング完了が、早めにできてるのかっていうのと、完了後ちゃんとボールのラインに面を落としてるのか、この2つだけ
チェックしていただければいいと思います。バックスイング完了のタイミングがまず早い、ちゃんとあのボールが落ちる前までに引いてるのかというのと、ボールが落ちたタイミングでラケットベースをその球のライン上にこう乗せてってるか、下向きの面でね、その2つをチェックすればね、ちゃんと引いて、ボールに対して面が下向きでこう寄ってって近づいてった場合っていうのはそんなに大外れできないんですよね。ここからもうここまでのことなんだよね。これはどっか行ってきたら大外れの可能性高いんですけども、引いて下ろしていって、それからここからここまでのちょっとのことなんで、それでミスは減ると思うんですけど、そこはうまくいってないはずなんですよね、そういう場合はね。なので動画撮影を、ゲームのその動画撮影できればいいです。では次いきます。次ですね、2020年9月25日のダラダラ話の動画についたコメントです。質問です。久保田コーチは現在のテニスになってグリップの太さはどちらが幸せですか？生徒にしたら、グリップの厚さ、ハンマー気味、ピストル気味や個人の特性もあり、ラケットによって違うとは思いますが、なんとなく気になってしまいました。重要ではないかもしれませんが、行き詰まった時に試してみたいと思いましたと。久保田コーチは現在のテニスになってグリップの太さはどちらが幸せですか？太さは私はあの太いよりも細めの方が好きですね。だいたいいつもグリップ2か3を使ってるんですけどね、1もないし4も持ってる、4はあったんだけど、削ったんで、4もないんですよね。2か3しかなくて、で2の方がいいなとは私は思ってます。だから、細めの方が幸せですね。細い方が幸せです、はい、ちょっとやっぱ太いとね、あの手が広がった分だけあの、力がいるかなという、もっと細い方が楽に持てるかなという気がします。では次いきます。これはフォアハンド前腕と手首のに関する説明という動画についたコメントです。質問です。前腕ロック背屈を意識します。背屈を強く意識してしまうとハンマーグリップに近づきやすくなります。背屈を少しほどくとガングリップにできます。背屈はそこまで激しくしなくていいのでしょうか？そうですね、あのバックスイング完了前腕ロックのこの時前腕を回内させて、で手首はこっち側ちょっと折るんですけれども、それあんまりグーッと折りすぎると親指がこう上がったりグーになったりしやすいん でそんなにそのグーッてやるほど力入れる必要はないんで、あのこの握りがキープできる範囲内でやってください。で何回やってもこの前腕がこう、苦しくないようにね、この辺がこうパンパンになったりしないようにね、軽くでいいです。あのこの回内の動きは、ちゃんとやっといた方がミスの種類はかなり減らせるんで、そこはちょっとやっといた方がいいかなという気がします。で次いきます。次これいきますね。2020年9月23日ダラダラ話の動画についたコメントです。冒頭に感謝と書いてあったので、なんか読みたくなったので読みますね。初めてコメントさせていただきます。自分は往年のエドバーグに憧れて、フォアはコンチネンタルとイースタンの中間くらいの薄めで握っています。その握りで久保田テニスの3割3割をフォアをやろうとするとして若干の違和感を感じていたのですが、今回の説明で納得できました。改めて比較的最近のエドバーグのフォームを YouTube で確認したら、久保田コーチの説明している通りでしたという。あ、そうですか。エドバーグ選手って今プレーしてるんですかね。あのシニアの、試合とかでやってるんですかね。あの薄いグリップでこうちょっとこうふわーっとこう浮いた感じでやってましたよね。ちょっとこう脇開いて、ちょっと面が軽く下向きからこう前腕と手首柔らかく使って薄いグリップで打ってましたよね。ただ私あのエドバーグ選手のそのバックハンドのとか、まあバックハンドのドライブだったりスライスだったりボレーとかっていうのは、すごくいいなと思ったんですけども、綺麗でね、フォアハンドだけはね当時好きになれなかったですね。私が高校ぐらいの時ってエドバーグ選手活躍してたんですけども、ちょっとねあのフォアはちょっとできなかったですね。やっぱりこうちょっと厚めのグリップのスピン系の方を、私は選んでしまいましたね。それがあだとなってどんどん厚くなっていったんですけどね。
そうですか。で、まあちょっと薄いグリップもね、その、まあ、コンチネンタル寄りのグリップでの3割3割のフォアがどういうことになるかというのも、いつか動画撮ろうかとは思います。はい、動画を、とまあ、撮ってやるんだけど公開しようかとは思います。だいぶエドバーグ選手の、その、あの感じとはちょっと違うと思いますよ。もうちょっと3割3割に近いような感じの打ち方になってるんで、まあ、あの選手の打ち方にちょっと似てくるかなという気がしますけどね。次いきます。次、2020年9月20日のコメント読んでダラダラ話の動画についたコメントです。いつも拝見させていただいています。久保田テニスを実践すればするほど上達している感覚があります。ありがとうございます。質問です。コートに入る前から肩が全開に動くようになる準備運動とかがあれば教えてください。やっぱり素振りが一番でしょうか。そうですね、素振りが一番いいんですけども、日頃から肩を使う練習っていうのはいつもした方がいいですよ。何かちょっとやるにしても肩がちゃんと動いてるかどうかを確認したり、肩のポジションが正しいかどうかを確認したりとかね、猫背でこうなって、横に腕が使えないとかそういうことになってないかとかね、なんかもうちょっとしたこともいちいち肩で、何か持ち上げるときも肩で、ハンドルとか、切るときも肩を意識してやるとかね、まあ、こう脇締めて手先でもこうできるんだけども、最近の車ってもうバースで効いてて軽いですよね、ハンドルもね。だからもう手先とかもう手首だけでこうくるくる回そうと思ってもできると思うんですよね。なんだけどもちゃんと肩を使ってやるとかね。で、あと、まあ、食事の時とか、ね、普通にこう水飲む時だって肩を動かしてでやるとかね、こう脇を締めてこう飲んだりしない、肩を動かしてやるとか、そういうふうに日常生活をその、テニスの一部として扱っていければ、うん、より楽しくて、まあ、準備運動も、必要ないのではないかと思います。肩の準備運動って私特にしないですからね、何もね。パッと使えるからいいんですよね。このいいポジションで使うっていうのはそこなんですよ。いちいち準備運動してやるとかじゃなくて、もう、やろうと思ったら一発目から全開で打てるとかね、でそれで怪我しないというのが、正しい動きだと私は考えております。なので、まあ、日常生活から動きを楽しんでもらえたらいいと思います。いろいろ考えるとね、楽しいんでね。では次いきますね。次、これ長い質問って書いてあるけど長いな。皆さん質問短くまとめてくださいね。これは、読みますね。フォア似ているが大きく違うという動画についたコメントです。質問です。久保田コーチの指導通り壁打ちビデオ撮影を続け、今日生まれて初めてゆっくり壁打ちをした時、バックスイング完了から右腕を出して、ラケットを落とすことができたのを確認できました。しかしながら問題は、ある程度スピードを出したり強めに打った際の壁打ちになると、どうしてもこの動画のような肩まで内旋した間違ったテイクバックになることが多いことが、ビデオ撮影で分かりました。ゆっくり打ったり強く意識すると正しいバックスイングになりますが、早く打った時に少しでも意識が、それるとビデオ撮影でもどうしても肩を内旋した間違ったテイクバックになってしまいます。テイクバック開始の時にラケットを引きながらラケット面が下になると、この間違った肩の内旋したテイクバックになるのが分かりましたが、こう引いたらダメですよ。こうですからね。この防止法として、例えばテイクバックのラケット面が下ではなく外側に向くよう、ラケット面の位置が顔の前あたりに来たら外側になるようなことなど意識すると良いのでしょうか。そうですね、書いてるじゃないですか。そう、こうするといいですよ。こう下に行ったらダメです。ブラーンとぶら下げるようにこう下向きの面でこうやったらダメですよ。こう行って最後にこっちですからね。だから前向きから右向きいって後ろ向きになるというのがいいですよね。で、だからそれも練習しないといけないですよね。ゆっくりで今できるようになったんだったら、パッと引いてそれになるように、練習する。で、その練習の仕方というのは、過去の動画でもお伝えしているように、無意識にそういう間違いになってしまうんだったら、それを意識してやってみる。早く引いた時にわざと下側からパッと引いて肩内旋してね、これ内旋して間違いで、これ正しいというのを、負荷をかけて練習するといいですよ。壁打ちでもね、バーンと速い球一発目出してパッと引いて正しいの間違いっていうのを、動画撮影しながら交互にやってください。
間違ったのもやるっていうのが大事ですからね。意識して間違ってみる。そしたらそのうちその、間違いが出てこなくなってくるんでね。正しくやりたいときに間違いっていうのはならなくなってくるんで。はい、ですね、だいぶ話したんで、もうちょっといきますね。バタバタっとね、この辺ちょっと。9月25日、ダラダラ話の動画についてはコメントです。ラケットのグリップを細くしたくてネットで調べました。専門店に頼むと1万円ぐらいするので、自分でヤスリで加工することにしました。思ったよりうまくいきましたよと。でももうこのラケットは売れないだろうなと。キモニーの、薄いレザーも使っています。確かに細くなりますが、久保田コーチおすすめのフェアウェイのあのしっとりとした使い心地がないのが残念ですと。そうなんですよ。あのキモニーの薄いグリップって確かにグリップ細くなるんですけども、あれちょっとね、手触りがあんまり良くないんですよね。フェアウェイの方がやっぱり全然いいですよね。でやっぱり専門店1万円高いですね。1万円は高い。ラケットの値段からして1万円出せるかどうかっていうとちょっとそれ厳しいんだね。で自分でヤスリで削れればいいですけどね、なかなか削れないと思うんで、そういう人は、薄いレザーを、勧めるんですけども、そのレザーもちょっとあのこれプレステージさんからのコメントなんですけども、キモニー の薄いレザーの、触り心地が嫌だっていう場合はですよ、でフェアウェイがいいという場合は、こうしてください。フェアウェイのグリップを、革の専門店に持ってって、でそこで革をすいてもらう。これ多分できると思いますよ。革の専門店だったら革のすき機っていうのはもあのでっかいマシンを持ってるんでね、でっかいマシンであのガタ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 ってこうローラーみたいに入れてって革をあの薄くすいていくんですよね。その機械は持ってると思うんで、多分お願いしたらやってくれると思いますよ、すぐに、ね。まあ、ネットでどっか調べて、でそこに送ってやってもらうというのもできると思うんですけども、あの私革細工やってたんでそれ知ってるんですけど、まあ、でっかい牛のまあ牛の半分のサイズの革を、仕入れていたんですけども、その時にその、何ミリにすきますかっていう、のをよく聞かれるんですよね。でその時にあの、まあ、2ミリだったり 1.1 ミリだったりとかっていうふうに注文するんですけども、でそれは、まあ、買ったところにもよるんですけども、まあ、サービスでやってくれるところもあるし、無料で、ね、やってくれるところもあるし、まあ、400円とかそのぐらいで3、400円ぐらいでやってくれるところもあるんで、でまあ、そこで買った革じゃないんで、まあ、ちょっと高めで手数料取られたとしても、まあ、1000円2000円ぐらいだとは思うんですよね。で送料もそんなに、ね、グリップ1つぐらいなんでかからないと思うんで、またはその、専門店、革の専門店に、相談して、で、まあ、そういうぐらいの長い革を、薄くすいて、まあ、似たようなフェアウェイと同じような、触り心地の革を、薄くすいてもらって、で、うん、やってみるというのも手ですよね。これ自分でやったらダメですからね。自分であの革すき機じゃなくて革すき の工具があるんですよね。あのひげ剃りみたいな感じだったり、カミソリみたいな感じの自分でこうあの薄くすく道具があるんですけども、あれはかなり難易度高いんでやめた方がいいです。穴開いちゃったりするんでね、好きすぎて。私は結構あの革細工、あの財布を作る時なんかで薄い革が欲しいなっていう時は、うん、それ自分で漉いて作ったりしてましたけどね。あの財布のカード入れの部分なんか、外側の革は2ミリぐらいの厚さにして、中側内側の革はその、1ミリ以下にしたいっていう時は、まあ、1ミリ以下の革を買ってもいいんですけど、また別に買うと高くなるんで、あの2ミリぐらいの革を1ミリぐらいに漉いて使ってましたね、自分でね。はい、こんなんいかがでしょうか。次はですね、東京の Y さん、グリップの指の当て方の動画についたコメントです。ダブルスプレーをしている久保田さんのプレーを見せていただき、注意点をその都度教えてほしいですがというコメントいただきました。まあそういうことはやらないですね、まあ、過去の動画でもそういうのは言ってるんですけども、でまあ、プレーを見せて、でそれから注意点を教えるというやり方は私だったらしないですね。私だったら注意点を先に言ってプレーをします。で、それでどうなるか。例えばあの、ゲームのやり方とかって言って、じゃあここにこう打って相手はその時苦しんでこっち側になるんで、それをこっちに決めてくださいとかって言いますよね。なんかパターンをね。で、それを言っといてそれを自分がやってみる。そしたら
全然うまくいかなかったりするんですよね。でそれをお伝えするっていうのはやりたいですね。パターンこういうパターンでいきますよって言いながらも全然それ通りにはいかないっていうね。こっち打ってこうなのにこっち行ってロブ上がったとかね、こっち行ってこうなのにこっち行って逆突かれたとかね、全然言ってることと違うじゃないかみたいな、あのもうぐちゃぐちゃなやつを皆さんに見せて、でそんなうまくいかないんですよっていうことをお伝えしたいですね。逆に結構皆さん、あのそういうゲーム形式のやつなんかね、あのやるときっていうのはやった後に説明つけたりとかね、でなんかその自分の都合がいい感じでこう動画作られる方が多いですけど、私の場合はそれとは全然違ってて、こうやってこうやってこうしたいんだけど、こうやってこうやってこう全然ならないですよね皆さん、だから皆さんその都度こう、どんな状況になってもいいようにちゃんと準備しましょうねとか、そういうことを私は伝えたいです、はい、やらないですからねでも。では次いきますね。次はですね、これはこれ読んでおきましょうか。生徒の動きを見続ける打ち合いという動画についたコメントです。久保田コーチ教えるのとても上手で、打ち方もとても綺麗ですね。フェデラーを参考にしているんですかね。フェデラーに比べバックハンドは少し右肩回るのが早い気がしますが、フォアは腕の使い方などまんまフェデラーですね。とても綺麗です。これからも応援していますというコメントいただきました。これ違うんですよ。この件については過去の動画でお話ししてるんで、よかったらですね、この方初期の方の動画から見てないとは思うんで見てください。で途中でそのフェデラー選手とのフォアハンドと私がやってるフォアハンドの違いっていうのを説明、詳しくやってるのがあるんで違うんですよ、はい。次いきます。次、グリップに関する話という動画についたコメントです。質問、久保田コーチ、レザーグリップの交換タイミングについて質問です。最近グリップが滑る感じがするのですが、交換時期に来ているのでしょうか。滑るってどういうことですかね。もうすっぽ抜けるんですかね、スルッと。それともこれちょっと勘違いしてないかチェックしてください。ちゃんと真ん中に当たってるのに手が滑るとか、例えばスイング途中で当たった時じゃなくてスイング途中で滑るとか、そういう風になった場合は何かこう異常があるのかもしれないんで変えた方がいいかもしれないです。ただ打球した瞬間にずれるっていう場合はほとんどの場合真ん中外してる時なんで、真ん中バシーンと当たった時ってこっち滑らないんでね、ここを外すと滑るんで、滑るっていうかずれるんで、それをずれるっていうふうに思って、滑るっていうふうに思ってないかを、ちょっと、チェックしてみていただければと思います。素振りでも滑るぐらいだったらね、変えた方がいいかもしれないしね。おそらくこういう質問される方のほとんどがグリップがずれるんでとかっていう人いるんですけども、それはグリップの問題じゃなくて真ん中当たってないという問題が、あるというのがほとんどです。今回はですね、以上にします。でまた質問コメント、ある場合はですね、冒頭に質問というふうに書いてコメントを打ってください。でできればですね、その質問に関連する動画に、コメントを載せていただければ助かります。最新の動画じゃなくていいんだよね、古い動画でもいいんで、それも私の方に通知が来るんで、関連する動画にコメントを載せてください。質問コメントはね。今回は以上です。